通算90試合の出場で安打数23本、打率にして1割5分8厘。それでもチームから必要とされ、19年プロ野球選手としての人生を全うした男、白浜優太。今回は裏方としてチームを支え続けた白浜優太のキャリアを振り返ります。大阪府堺市で育った白浜は幼少期から野球を始め、中学は泉北シニアでプレーし、高校は広島の強豪広陵高校に進学。高校では1年時に保守に転向すると、西村健太郎とバッテリーを組み、2年から春夏合わせて4回連続甲子園出場を果たします。2年春は報徳学園、夏は明徳義塾とそれぞれ優勝校に敗れましたが、3年春は決勝で横浜高校の成瀬涌井を打ち崩し、全国制覇を果たしました。当時キャプテンを任されていた白浜は、監督が来る前にミーティングを始めており、監督の仲井は出る幕がなかったといいます。そして高校通算28本塁打を放ち、城島2世と呼ばれていた白浜は、2003年のドラフト会議において1位で広島から指名を受け、プロ野球人生を歩み始めます。入団からしばらくは体力不足と攻守ともに未熟で2軍生活が続くも、2006年にはフレッシュオールスターに出場するなど、徐々に活躍の場を広げていました。ただ当時は倉義和、石原良幸の2人がいたため、1軍に昇格しても出場機会に恵まれず、結果的に2010年までの7年間1軍出場を果たせずにいました。そして2011年は初めて開幕1軍入りを果たしましたが、出場機会がないまま4月25日に2軍落ち。それでも10月6日に負傷した石原と入れ替わりで昇格し、同日の中日戦において8回裏の守備で1軍初出場を果たしました。その後10月20日の中日戦では劇的な形で初ヒットを飾ります。そんな中で2014年シーズン5月25日の西武戦でプロ11年目にして待望の一発を放ちます。広島は7回9番白浜、初球でした。手応えは良かったと、これがプロ11年目で初ホームラン。2軍生活が長かった苦労人が貴重な追加点を叩き出します。2012年には35試合、2014年には30試合に出場。着実に力をつけていた守備力は当時から認められていました。ただ大きな課題であり続けた打力を上げられず、ポジションを奪えませんでした。捕手は守るだけでなく打つことも求められる時代。当時の広島が得点力不足を課題としていたこともあり、3歳下の相澤の台頭とともに1軍での出場機会は徐々に減っていきます。2015年、2016年はそれぞれ1試合、2017年は3試合の出場に終わり、2018年はついに1軍出場なし、2019年は6月4日の中日戦でファームでの6年ぶりの本塁打を記録。このシーズン白浜自身好調でしたが、捕手の層の厚さもあり、1軍昇格の機会が訪れることはありませんでした。2軍生活が長く続く中で、インターネット上では U の妖精と呼ばれるように、いい言葉なのか悪い言葉なのか、プロ野球選手は一軍でプレーしてなんぼなので、どこかで反骨心はあった、絶対やってやろう、そんな思いで白浜はプレーしていたといいます。それでも2020年終了時点で36歳、カープでは長野久義、松山隆平に次いで3番目に高い年齢、さらにプロ通算18年という年数はチームでは最長。球界全体で見ても通算18年のプロ在籍というのは、当時白浜の他に糸井嘉男や宇都宮哲也など名だたる選手ばかり。そして推定年俸は650万円、15年以上現役を続けているプロ野球選手の中で推定年俸が1000万円を下回るのは白浜のみでした。そんな中、ある強豪社会人野球チームから選手として白浜が欲しいという打診があったそうです。しかしカープは彼を手放しませんでした。一回り以上も年の離れた選手に混じってプレーし、若い選手たちにアドバイスをするなど、
チームのために動く白浜をカープは最大限評価していたのでした。そして何より白浜の特筆すべき点はキャッチングのうまさにありました。捕球時にミットがほとんど動かない、さらにパーンという乾いた音が響く、こうした白浜の技術は一軍で何かアクシデントがあった時に必要になる。2020年9月10日、それをまざまざと思い知らされることとなります。2対1の僅差で迎えた9回表、8回裏に坂倉翔吾の代打として出た相澤がそのまま守備に。ところが廣岡大志のファウルボールが相澤の顔面を直撃し、そのまま担架で退場する事態となったのです。ベンチに残っている星は白浜のみ、急遽マスクをかぶった白浜は投手フランスワをうまくリードし無失点に抑えます。経験の少ない若い選手であればこうはいかなかったかもしれません。結果的に2020年シーズンの出場試合はわずか2試合でしたが、何かあった時には白浜がいる、そうチームに安心感をもたらしました。そんな白浜ですが、おみくじは引かないと言います。その理由についてこう語っています。大吉が出ればいいことばかり書いてあるのでその通りにすればいいし、今日が出て悪いことばかり書いてあっても逆のことをすればいい、結局は自分次第、くじに自分の人生を左右されたくないとも思いますしね。翌2021年は5月18日に新型コロナウイルスに感染した選手の代替選手として一軍に昇格するも、出場機会のないまま6月3日に2軍降格となり、そのままシーズンを終えました。また2軍でも出場機会が減り、守備固め中心の出場で打席はわずか3打席でノーヒットに終わりました。なかなか1軍に上がれず2軍にいることが多くなり、華々しい活躍もできないとなると多くの選手は心が折れてしまうものです。ただ一方白浜は、僕は自分から引退するとかいう立場ではない、必要とされる時に貢献をしないといけないと言い続けていました。そんな中迎えた2022年シーズン7月にチーム内でコロナウイルス感染者が多数確認されたこともあり1軍昇格、そして7月31日には2017年以来5シーズンぶりにスタメンマスクをかぶりました。その後8月7日にもスタメン出場しましたが、最終的に4試合の出場で4打数ノーヒット、そしてオフに戦力外通告を受け、19年のプロ野球生活に終止符を打ちました。引退後白浜はスコアラーとして広島に残ることが決まっています。必要とされチームに残れるというのはありがたい、選手の時も表舞台に立つことは少なかったけど、裏方としてチームにまた貢献したい、スコアラーになるんだったら白浜が一番だって言われたいし、そこを目指したい。現役生活ではスポットライトを浴びることは多くありませんでした。それでも白浜優太は広島のために全てを注ぎ、確かな戦力となり、プロ野球界で19年生き抜きました。きっとスコアラーとしても広島カープの大きな戦力として活躍することでしょう。自らの立場を理解する、無駄なプライドはかなぐり捨てる、過去の栄光は関係ない、今自分に何ができるのか、何をすべきなのか、これをとことん追求することで存在価値が大きなものになる、そう白浜優太の野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。